2番目ですね電池を表す図記号はどれかということですけどね4つ見慣れた図記号だと思いますけどさあどれでしょうかということですね。え、e、はですねこれコンデンサーですねそれから「ロアはコイルですね線輪とかま膜、あ、線とか言いますけどね「で、歯は抵抗ですねそれから「2が電池になります。 したがって、えーまあ、コンデンサーはですね電池と両方ともですね電気を貯めることができるわけですけどねでまあよう似たあ記号になっておりますんでね違いをねしっかり覚えておいてください。まあ、どちらもでコンデンサーの場合はその長さがですね一緒ですんでこれ。 え方向性がないといととうことですねだから片一歩がプラスになれば片一歩がマイナスになると、まあ、それもくるくると反対になることがありますよといわゆる方向性がないということですのでね一方ですねあの電池の方は、えー、長いのと短いがありますのでねしかしこれはあの方向性があるということですのでね、えー、長い方がプラスで短い方がマイナスですよと、えー、こういうことで、えー、従ってまあ直流が流れますよと。 こういうことになっております正解は2になります